めっちゃスッキリしてる。わー全然違うわ。今回は髪の毛にあることをしてマイナス10歳、ゴムだけでできる整形級リフトアップ術について紹介します。年齢とともにお肌や目元のたるみが気になってきますが、今回はそんなお悩みを解決できる簡単な方法を紹介します。本当にちょっとした裏技をするだけで頬や目元にピンと張りが出たように見えるようになります。もう全女性に必見の内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。はい、では早速紹介していきます。今回使うアイテムはこちら、ゴムです。こういう細いプラスチックのゴムが理想です。今回は左右で使う2つのゴムを使ったやり方と、まとめてパパッと1つでできちゃうゴム1個のやり方2つ紹介します。やり方もね超簡単です。じゃあまずは左側からやっていきます。左側のこめかみあたりの髪の毛を使いたいので、こめかみの少し上のところからやや斜め下に向かってこんな風に髪の毛分け取ってください。上の髪はピンで留めておきます。こういう感じですね。もうめちゃめちゃまっすぐ綺麗に取らなくても大丈夫です。ある程度ざっくり、あんまりガタガタすぎるとちょっと結べなくなっちゃうので、もうなんとなくまっすぐに取れていれば OK です。はい、そうしたらこめかみの部分の髪の毛を分け取ります。だいたい縦も横も指2本分ぐらい、だいたい正方形ぐらいの形で髪の毛を取っていきます。もみあげの部分は下に置いておくと自然かなと思います。あくまでねバレないようにやっていきたいので。そうしたら次、だいたい指3本分開けたところにまた同じように、だいたい耳やや後ろぐらいの毛束かな、同じぐらいの毛束の量を取っていきます。耳周りのちょっと上ぐらいの髪の毛ですね。そうしたらこの2つの髪の毛を結んでいくんですけど、結ぶ時に2つの毛束の真ん中で結ぶのではなくて、ここの後ろの部分の毛束に向かってこのこめかみの髪の毛を後ろに引っ張ってこの位置で結んでいきます。前でもなく中間でもない、この後ろの部分の根元で結びたいので、前の髪の毛を後ろに引っ張って結びます。ここね、持ってる毛束の量が少ないのでちょっと結ぶ回数が多くなるんですが、最後までしっかり結んでいきます。ここがね緩いと意味なくなっちゃうので、ちょっとしっかりめに結んでいきます。はい、そしたらちょっとまだ緩いと思うんですけど、このゴムを地肌にぴったりとくっつけるために後ろに引っ張りながらギューッとゴムを締めます。でこの時にね、地肌が引っ張られすぎて痛いっていう時はちょっと緩めてもいいかなと思います。ただこの引っ張りによってこの目元だったり頬のお肌をキュッと上げていくので、ある程度ちょっとしっかりめにギュッとしてあげてもいいのかなと思います。はい、これで髪の毛を下ろすとどうですか。ちょっと左側の方がキュッと上がってるの分かりません？ほら分かりません？こっちの左の方が全体的にキュッて上がってる感じがする。カメラ越しでも分かりますかね。自分でされてる感じだとめっちゃ分かります。ここがキュッて上に引き上げられてる感じが、ちょっと心なしかスルメっぽくなったかなと思うんですけど、やっぱりここがキュッて上がると若返りますね。この目の感じとか左右で全然違うの分かりません？これはすごい。こうするとほらなんとなくどうですか、こっちの方が若返ってません？ではおさらいがてらこっち側もやっていきます。まずはこめかみの上の部分から斜め下に向かって髪の毛をざっくり分け取って、上の髪の毛は留めておきます。そうしたらこめかみの部分をだいたい指2本四角に取ります。横2本縦2本ぐらいですね。耳の上は置いてある状態だって、もうこの時点でこう引っ張ると分かりません？この目元だったりこの頬周りの肌がキュッと上に引き上げられる感じ。はい、そしたら指3本開けたところに同じように指縦2本横2本の毛束を取ります。そしたら前の毛先を後ろに向かって引っ張るように後ろの髪の毛に向かって持っていったらゴムで結んでいく。でなるべく緩くならないぐらいの程度で割としっかりめに結んであげてください。最初からギューって引っ張りながら結ぶと本当に永遠に結んでしまうことになるので、最初はもうあんまり力入れずにゴムで結んでいって、最後ゴムが少なくなってきたところである程度ちょっと引っ張りながらきつく結んであげるといいかなと思います。はい、そしたらさらに後ろに向かって引っ張りながらキュッとゴムを根元に持っていきます。お、引っ張られた感じがします。はい、これで OK。 おー、どうですか、最初の顔よりもなんかちょっと 1,2 ミリ上に引き上がってる感じ。 1,2 ミリリフトアップするって結構すごいことなんですよ。どうです、カメラ越しでもちょっと私の顔が元気になったというか、キュッと上がったの伝わりますか？笑った時もすごいわかるかも。何もしない時に笑うと結構ねーって垂れちゃうんですけど、しっかり引き上げられてるので笑った時もしっかりいい笑顔になる。
こんな風に髪の毛下ろしてる状態でも全然わからなくないですか。実は中に仕込まれてるんですけど、パッと見た感じ別に中にねこうリフトアップの仕込みがあるとは見えない。もちろんこのままでもいいんですけど、結んでも全然バレません。で、耳の周りのね髪の毛も残しているので、こう結んだ時の遅れ毛も出せるし、こう髪の毛を一つに結んで例えばこうくるりんぱとかしてもね、この状態でも全然バレないし、こう仮にちょっとほぐして表面の毛束を動かしたりしても全然バレなくないですか。こう横から見てもね全然バレない。こうリフトアップをさせたいからって言って後ろの方でギュッて結んだりとか高めの位置でギュッて結んだりすること多いと思うんですけど、実際私もやったりしてました。なんか今日顔がドランとしてるから後ろでギュッと結んで顔もリフトアップさせようみたいな感じでアレンジしてたこともあったんですけど、これだったら緩いスタイルでもちゃんと中でギュッて仕込みでリフトアップされてるので、緩いスタイルだけどちゃんと顔もリフトアップされてるってもう最高ですね。もうこれは整形級ですよ。結構これは私は大事な撮影の時とかにこれからやってしまいそうな気がする。はい、というわけで今のやり方がこう左右でリフトアップさせるっていうやり方だったんですけど、もう一つゴム1個でできるリフトアップ術を紹介していこうと思います。はい、ではもう1個やっていきます。次は髪の毛をまたこめかみの上の位置から後ろにぐるっと一周髪の毛を分け取ります。こんな感じですね。で、上で留めといてください。結構ここはもう本当にざっくりで大丈夫です。綺麗にやる必要はありません。そうしたら次はさっきと同じようにまたこめかみの部分2本2本で長方形の形で毛束を取ります。ここさっきと一緒ですね。またもみあげらへんのところは残しておく。で、反対も同じように指2本の長方形の形で毛束を取ります。で、一回結ぶ前にこうちょっと引っ張ってみてリフトアップの感じを確認するのもいいかなと思います。もうちょっと下から欲しいなっていう時はまた数ミリね下からすくっていってこう引っ張ってみて調節するっていうのもありだと思います。数ミリちょっと下から取ってみます。はい、そしたらこの毛束を後ろに持っていきます。そうしたら真ん中のところでゴムで毛束を結びます。ここもさっきと同じように割としっかりめに結んでほしいんですけど、最初からギューって引っ張りながら結ぶと結構時間がかかるのと髪に負担がかかりすぎてしまうので、最初は普通に結びながら最後もう残りのゴムが少なくなってきたなと思ったらちょっときつめに結んであげるのがいいかなと思います。はい、こんな感じ。そしたらこの毛束を外から内に向かってくるりんぱします。そうすると毛束がね頭に沿ってくれるのでバレにくくなります。で、あとはまた同じようにちょっと引っ張りながらゴムをギューッと締める。はい、こんな感じ。前から見るとほらすごい上がってる。あのすごいわかる、自分でもめちゃめちゃ引っ張られて笑った時もちゃんと目が残ります。こんだけリフトアップされてたら、この目元周りがちょっとダランってしてると笑った時にもう肉で全部こう目がなくなるんですけど、こんだけ引き上げられてたら笑ってもちゃんと目が残る。これは画面越しでもかなりわかりません？なんか目がめっちゃ大きくなった気がする。はい、であとは上の髪を外せば、うわー、これはすごい。結構私ってこのまぶたが重くてガーンって乗りやすくて、この光加減によってはすっごい目がボーって見えるんですね。だけどさっきの光の当たり具合と違うの分かりません？この目元の部分めっちゃすっきりしてる。わー、全然違う。どうですか？で、これももうこのまま下ろした状態でも分からないし、なんならこれとかもう普段耳かけてて髪の毛すごい下がってくるっていう人もこれやっておくと後ろでもそもそも髪が結ばれているので落ちてきづらいし、何より本当に顔がすごい漏れる。めっちゃいいわ。この状態でもいいですし、さっきみたいに軽く後ろで結んだりしても全然バレないですよ。もちろんこれでもバレないし、なんならこの状態で緩いハーフアップとかも絶対バレない。ほら、どうです？全然バレなくないですか？こうね、顔周りを緩めてもちゃんとリフトアップ効果が残りまくってる。 いつもと同じアレンジをしてるんですけど、やっぱ顔が違うと全然違うが印象がすごい変わる。めっちゃ盛れる。素晴らしい。こんな感じでね、簡単にリフトアップしたように見せることができるので、ぜひ皆さんやってみてください。というか絶対やってほしい。なんですが、これをやる際の注意点2つあります。まず1つ目、毎日やるのは避けるようにしてください。このアレンジはまあ見てわかる通り結構ギューってね引っ張ったりしてたじゃないですか。なので髪だったり頭皮にかなり負担をかけてしまいます。日常的にやってしまうと長い目で見た時にその頭皮だったり髪の毛に悪影響になってしまう恐れがあります。
なので毎日やるのではなくて、まあ、大事なイベントだったりとか写真撮影がある時なんかにやってもらえるといいかなと思います。特別な日だけやるようにしてください。で、次に注意点2つ目なんですが、ゴムを外すときは慎重に外してください。このアレンジって少ない毛束を結構ね、しっかりギュって結ぶやり方になるので、やってもらったらきっとわかると思うんですけど、ゴムを外すときちょっと苦労します。ですが、ここでね、無理やりビーって引っ張ってゴムを取ろうとすると髪の毛が抜けてしまうということもあります。もともと少ない毛束で結んでるっていうのと、髪の毛の強度も弱いのでなおさら抜けやすい。なのでちょっと面倒なんですけど、少しずつ丁寧に髪の毛を切ったりとか抜けたりしないように、丁寧にゴムを外すように気をつけてください。あとは注意点っていうよりかは、長時間やっていてはちょっと痛いかもって思った時はすぐに外すようにしてください。本来髪の毛って頭の形に沿うように生えているのを無理やりこう引き上げている状態なので、頭皮にはストレスがかかっています。無理せずに異常があった時はすぐに外すようにして、無理は絶対にしないようにしてください。はい、というわけで今回は整形級リフトアップ術の紹介でした。まあ、見てわかる通り、きっとやったらもっとわかると思うんですけど、顔の印象かなり変わります。注意点を守りながらぜひ特別な日にやってみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。